本校での第197戦団とは、太平洋戦争中期の1943年9月に文字から台湾に向かった輸送戦団の一つで、台風の接近情報により、奄美大島に退避した者の,の直撃を受けて、多数の座礁艦船を出し、最終的に輸送船3隻を放棄する損害を出した。戦闘行為によらない日本の輸送戦団の被害としては、 最大のものであり、他に例がない。文字と台湾間の輸送船団の船団名については、1944年に発着地の頭文字を関する船団名になるまでは、文字から台湾行が100番台、逆の台湾から文字行が200番台の数字が当てられており、一桁の数字が1から始まって99に達した後は、再び1から始まっていた。第197船団は、 本校のものの他に、1942年12月5日、文字出稿のものがあった。第一海上護衛隊の見立てでは、昭和18年9月の時点で、担当航路全般において、アメリカ潜水艦の行動が活発になってきたと判断しており、また、中国大陸からの第14空軍による空襲も活発になりつつあると判断していた。 第197船団出航前の文字と台湾間の海域についてもその前に出航した第195船団に加入していた台湾航路の貨客船ヤマトマルが朝山群島近海でアメリカ潜水艦スヌークに撃沈されるなどの被害が少なからず出ていた。第197船団は以下に見るようにタンカー、貨客船、輸送船が入り混じっており 戦団のように高速船で揃えたとかいう目立った特徴は有さず、9月の文字から台湾方面へ向かう輸送船団の平均席数7.6席をわずかに超える9席編成の普通の輸送船団である。護衛艦が2席配されている点は、当該月の文字、台湾艦の護衛艦が1席しか配されていない他の輸送船団と比べて注目すべきことではあるが、2席も配した。 詳細な理由は不明である。第197戦団の顔ぶれは以下の通りであった。また、予定された工程は以下の通り。第197戦団は9月13日14時45分に文字を出港この時は極洋丸を除く8席戦団であり、極洋丸は佐世保コーデに役を行った後、9月14日5時30分に、 出港して8時30分頃に、相崎瀬戸に到達していた第197船団に合流した。第197船団は、南西諸島沿いに南下する計画であったが、北緯31度04分統計129度02分、北緯31.067度統計129.033度、 3 1 0 6 7十2 9 0 3 3の草垣軍島近海に至った14日22時頃に来撃を受ける。この攻撃による被害はなかったが、状況確認のため鹿児島港に退避することとなり、9月15日11時30分頃に到着。2日後の9月17日15時あるいは17時30分に鹿児島港を出港して南下を再開するが、この時、 大型の台風が第197戦断に迫りつつあった。この大型台風がいつ発生したのかは定かではないが、1934年の室戸台風に次ぐ規模のものと推定され、第197戦断が鹿児島を出港した直後の9月18日0時時点の位置と規模は、北緯20度00分、統計127度00分。 北緯20.000度,度、統計127.000度12、20.000、127.000、730ミリバール、ママ、進路北西、推定速度20キロであった。そもそも文字出港時から、天候は悪く、鹿児島出港日の17日の時点で、台風警報が出されており、さながら悪天候に向かって出港するような形となった。しかし、 18日6時50分に台風から避けるため退避する信号が出される。先端加入船に空船が多いこと、加えて護衛の長寿山丸が抱き故障を起こしたため、修理も兼ねてなぜこうに退避することとなって9月18日19時になぜに入港した。ところで台風は18日0時の予報の通りならば、北西方向にそのまま去っていくわけであったが、 実際には、予報に反して19日正午には、北緯22度42分統計127度00、分、北緯22.700度統計127.000度、22.700、127.000、19日18時には、北緯27度00分統計130度00、分、北緯27.000度統計130.000、度、 27.000130.000と、奄美大島に、国一国と近接していった。いわば、第197戦団は台風に飲み込まれたいが、ためになぜに避難した形となった。第197戦団が被体した、なぜ港は、1950年交付の港湾法、第2条第9港において避難港の一つに指定されている港湾であるが、 この第197戦団の避難先としては、極洋丸の損害保障に関する交渉を担当した、損害保険料率算定会の瀬尾正彦が提出した、請願書の中で、なぜこうは変北風の時は波頭激しく高病地ではないことを、水路氏が指摘しており、また創病の危険性も大であったことを明らかにしている。さらに、台風の震度が不明な時点で早々に、 なぜこうを避難先に選定したことは無謀であったとする。また、台風が、奄美大島の西を通れば、南からの風、東を通過すれば、北寄りの風となり、台風のしんどい間では、なぜこうの風向きは推測できたとしている。第一海上護衛隊も、必ずしも無策だったわけでなく、一旦は、コニアへの退避も検討をしていたが、暴風雨が激しく移動が叶なわなかったことを、 報告している。果たして、なぜこうに退避した第197戦団の、加入船は接近する台風からの暴風に煽られ、19日12時30分には、出港命令が出されて県外に出る試みもなされたものの、間もなく出港中止の命令が出て、なぜこうに留まることとなった。加入船は、好転準備を行って、台風通過を待ったものの、台風は、 なぜの東方55キロを通過して風速は53メートルを記録するなど猛威は衰えていなかった。19時頃には視界が全くなくなり、21時頃から好転準備の甲斐なく、加入船が波浪に翻弄されて次々と座礁する事態となった。遭難船の状況は次の通りであった。また、第197船団が当初、退避予定先としていたコニアでも、 特設奉還、フッツマルが、やはり台風によって座礁していた。なぜに残された、被害感染の状況は様々であった。まず護衛艦の状況を見ると、長寿山丸は、自力での離床を試み、9月20日23時35分に、離床に成功したが、抱き故障で人力相談に頼らなければならず、護衛任務からは外されて、他の被害船の救難作業に従事した後、 9月25日に、なぜを出港して、佐世保に開港された。マナズルは、浸水を免れたものの、満潮時で3メートルに足らない水深しかなく、20日中の、離床作業は引き出に失敗。9月26日に再度離床を試みて、18時に、離床に成功する。ビルジキールが損傷したのみで後悔に、死傷はなく、10月上旬に、高尾に開港されて、 台湾航路の護衛任務に、十時の後、10月10日から25日まで、佐世保海軍交渉で修理を受けた。また、加入船のうち、竹豊高丸は9月29日6時頃に離床して、ビルジキールが屈曲した他は異常はなく、極洋丸の便乗車と積み荷を乗せて、コニアに開港された。大南丸は、船体が珊瑚礁に乗っかり、 周囲の珊瑚礁と岩礁を爆破しつつ、離礁作業を進め、10月15日6時30分に、離礁。タンクに亀裂が入るなどの被害があったものの、致命傷とはならず、長崎に栄光されて、修理を受けと残る、極陽丸、チャンス丸及びタンゴ丸の被害はあまりにも大きかった。チャンス丸は、船体を右に10度ほど傾け、船底部の破損も、甚だしいことから、 早々に救難の見込みがないと判断された。再調査では再生の可能性もゼロではないと見込まれたものの、最終的に放棄された。極洋丸は、方南丸以上に船体を押し上げられており、船底は全長にわたって大破し、機関室なども大破して浸水が甚だしかった。離床作業は、日本海南救助の見立てでは、 相当困難にしてかつつ長期間を予想しているが、先例は下級終戦にして、損傷派比較的警備に不これの際救助を強行する予定であった。しかしながら、極洋丸も最終的には放棄され、1944年12月15日付で除籍、海洋された。丹後丸も船底が全長にわたって大破し、水深はわずかに2メートル程度しかなかった。 積み荷の移動も一時はままならなかったが、最終的には大部分を移動することができた。10月28日に最初の離床作業が行われたが、選手が動いたのみで失敗。以後、6度にわたって離床が試みられたが成功せず、そのうちに11月13日朝になって、潜水艦の来撃を受けて大破する。魚雷命中により、タンゴマ丸の浸水の度合いは増し、 11月18日になって、離章作業を一旦断念して、昭和19年に入ってから作業が再開されるも、昭和19年5月12日に、作業打ち切りが通告されて、戦隊放棄が決定した。座礁した者の間もなく離章した、金霊岩と、無事だった、小元丸、青年丸及び、立皇丸は、文字から休行した、駆逐艦。 呉竹の護衛を受けて9月22日16時に、なぜを出港して、高尾に向かい、9月26日に到着した。コニアで座礁した、フッツマルも離礁して復旧した。極洋丸とタンゴ丸の戦隊は、放棄された後もしばしば攻撃対象となった。1945年1月19日には、アメリカ潜水艦、パーチーが放棄された、極洋丸と、 タンゴ丸の戦隊に向けて、魚雷を発射して命中させている。沖縄戦が迫る頃にはアメリカ第58、任務部隊の艦載機による攻撃を受け、4月23日には敵艦船と誤認した、特攻機が突入した。極洋丸とタンゴ丸にはまた別の観点、保険の分野からも注目されていた。極洋丸には、アルゼンチナ丸や、 日田丸に匹敵する1700万円もの海上保険がかけられており、極洋丸の遭難が普通の海岸と判定されれば、帝国海上保険が契約に基づいて、巨額の保険金を支払わなければならなかった。しかも、遭難の内容、安田高山や損害保険統制会が知ったのは、遭難から約1年を経た、昭和19年9月末のことであった。損害保険党政会は、 極洋丸の遭難報告書に基づいて事実関係を精査し、海軍の判断ミスが遭難を招いたと結論付けた。昭和19年12月28日に至り、遭難は海軍の過失に基づくものと認定され、相当賠償額を海軍が支払うこと、差額は安田火災が補填することが決められた。すなわち、 海軍が保険金1700万円のうちの1377万877円を所有者の極用捕鯨に支払い、残りを安高債が支払うことで決着した。この決着の背景には、極用丸が海軍の特設運送船であることが伏線となっており、海軍との徴用契約に基づく軍賠償となったわけである。極用丸とは対照的に丹後丸は、 全迫運営会の手によって運行されていた。同じ第197戦乱加入船ながら、徴用船とは異なる民間船であり、また座礁と雷撃という通常災害と戦争災害を合わせ持った事案であるゆえに論議を呼んだ。単語丸の事案が解決したのは戦争終結後の1946年12月24日のことであったが、保険金168万円のうちの半額を、 日本郵政に支払い、残りは戦時保証特別税として徴収された。これは GHQ の指令により未収の保証金をも戦時保証特別税として徴収することとなったが、その額の確定のために単語丸の保証問題を解決する必要があったため、単純に保険金を2分しただけのことであり、5国半分は通常の海難によるもの。 もう半分は戦争危険に起因するものという理由付けがなされた。コマグー P88 では961ミリバール。交渉当時は損害保険統制会職員コマグー P88 ではフッツマルが第197戦団に加入していた書き方になっており、セオ P296 でも同じ書き方になっているが戦団編成の項を見るように間違いである。 昭和19年2月に帝国海上保険、東京火災第1期間が合併。ありがとうございます。